こんにちは、ひろやすです。今回は、ちょっと車高を上げてみようかと思いまして、車高調整アダプターを取り付けていこうと思います。ですね、ちょっとまあなんで車高調整アダプターをつけて車高を上げるかというとですね、この今使ってる31π の、中華のフロントフォークを取り付けてからなんですけども、ちょっとフロントのですね、フォークの突き出しで調整は行っておるんですけども、ちょっとこれ以上ね、あんまり下げれない感じなんですよ。まあ実際のところもう少しね、下げようと思ったらできるんですけども、ストローク的にちょっと厳しくなっちゃうかなっていうのがあったので、逆にちょっと後ろの方を上げてみて、どうなるかっていうのをちょっとやっていこうかと思います。ということでね、まずは、後ろの方はサスペンションの、ボルトの方からねちょっと外して、そこのところに、アダプターの方をかましていこうかと思います。今はい外れました。でこっちにですね、アダプターの方をかませます。少しね作業しやすいように少し持ち上げて、で、ボルトの方は別途購入してきたので、そちらを通します。通して、ナットで止めるだけというような簡単な、構造になってます。ですね、まあ僕はアリエクスプレスで購入して、買ったのはね実はもう2020年の1月ぐらいにね買ってたんですけど、まあずっとね置きっぱなしにしてて、どっか行っちゃってたような感じだったんですけど、たまたまね、年末、2020年の12月31日にねちょっと発見したんで、あ、じゃあこれちょっとつけてみようかなと思って年末最後にちょっと作業を行っておりました。ただね年末最後に作業をしたっていう風に言ってるんですけども、ちなみにこの動画を編集してる時っていうのは1月1日の、今ね、2時46分です。ですね、ちょっとね12月のね、31日の11時半ぐらいからまあ動画の編集の作業の方を行ってたんですけども、なんだかんだやってるうちにもう2時46分というもうちょっとそんな時間になってしまって、ですね、12月31日中にちょっとアップすることができなかったという、まあそんな感じになっております。なので、これがですね、まあアップされる頃っていうと、ですね、まあこれ終わっても即ねアップはしようかなと思ってるんですけどね、1月1日の、まあ、お昼ぐらいにはアップできるんじゃないのかなと思ってますけど、作業自体は12月31日にやってたという、ちょっとね、年またいじゃってるようなそんな動画になってます。でね、ボルトの方今取り付けできたので、まずそちらの方を締め込んでいきます。そしてですね、ちょっとね取り付けただけだと反転してるので、ボルトの方ね付けることができないので、このようにグイッと曲げて、反転させます。そして元あったところにつけるんですけども、だいたいこれでね3センチぐらいね、車高の方がアップするんで、ちょっとこのままだとつかないので反対側も、ちょっと外していって、ちょっとね取り付けをしようと思います。まあちなみになんですけど、反対の方のボルトも外しちゃうと、まあちょっと支えるものがなくなっちゃうんで、ちょっとね、サイドスタンドでね一部無理やり支えてグイッとね外すっていうような、ちょっと今そんな作業をやってます。まあちょっとね結構ね頑張らないといけないんで、まあ誰かね手伝ってくれる人がいると楽です。そうこうしてる間にちょっとこっち外れたんで、もう反対側の方はもう取り付けしました。でまたねこっちの方も同じようにアダプターをつけていきます。まあ、こっちも同じですね。アダプターをかまして、ボルトの方を挿して、そして固定させて、またさっきと同じように、ちょっとね90度反転させて、それで取り付けるというそんな感じになってます。ちょっとこっちの方がねきつかったですね。はい、こうやってグイッと反転させて、そしてあとまたね、スイングアームのボルトの方に戻していくというそんな感じになってますね。ちょっとねギリギリなんで、プラハン使ったりとかしながらちょっとね、叩いて無理やり入れていくようなそんな感じになっております。で、こちらで多分これでもう
いけるんじゃないですかね。で、さっきと同じように先にボルトの方を締めて、つけるね、あのナットとかはもうつけて、あとはプラハン叩いて、こんな感じではめ込んでいきます。これでね、左右の方あのアダプターの方がつきまして、ちょっとね3センチぐらいですかね、3センチ、車高の方が上がるっていうような感じになりますね。車高の方がね、3センチ上がってスイングアームはちょっと下向きに、行くような感じになってくるので、チェーンの、調整の方もね、あの少しね必要になってきます。で、あとは、ナット等を戻していくだけです。で、ただね、ナット戻していくだけなんですけども、もともとね使ってたあのサスペンションの受けのところと比べるとほんのちょっとね、やっぱりあのサイズの違いがあるので、厚さの違いですね、厚みの違いがあるんでね、まあワッシャーとかね必要になってくる場合もありますから、ボルトね買った時に大体あのワッシャーとかね入ってるんで、そちらでちょっと、まあ、調整していってください。まあ、作業的にはね、大体まああのちょっとね、手がね足りなくなるところあるんですけどね、この誰かが支えてくれたらなとかっていうようなところがあるんですけど、まあ大体ね30分もあったらあの終わる作業になってます。はい、これで、左側の方の作業っていうのがもうほぼほぼ終わりです。あとはもうここ締め込んで終わりですね。で、共回りしないようにちょっと押さえておくと。で、こっちの方も反対の方も同じくナットの方を締め込んでいきます。で、ちょっとやっぱり微妙に、厚みがね変わるんで、ちょっとねワッシャーの方をかましていって締めていくと、こんな感じですね。で、まあただねこれでねちょっと締め込んでいったんですけども、締め込んでみてね、どうやらこっちのね、スイングアームのボルトの方が、左側のものよりもね、少しね、長いみたいで、もう一個ね、ワッシャーとかがね、あった方が、ちょっと都合がいいような感じがしたので、ちょっと微妙にね、締まりきらなかったんで、ワッシャーの方探してきます。で、ちょうどいい感じのね、ワッシャーがあったので、またそれを戻して、で、締め込んでいきます。はい、これでね、締め込みができました。これでね、ちょっとね、後ろが、ぐいっとね、上がったような感じになるんですけど、またがってみたらどうかっていうような、ちょっとチェックしてみたいと思います。人が乗ってないとね、すごいね、後ろがね、上がったような感じするんですけど、座ってみるとね、そんな感じもなくてね、まあ、ただね、もともとのモンキーゴリラと比べると、車高っていうのはね、結構ね、ぐっと上がっちゃったんじゃないのかなと思います。正直ね、ちょっとね、またがってみた感じ、少し上げすぎたかな、なんていうふうなことも思ったんですけど、まあ、ちょっとしばらくね、このセッティングで、乗っていってみようかなと思います。まあ、もしかしたらまた、下げるかもしれません。でね、12月31日で、今年のうちにやってしまいたかったということで、オイル交換の方もね、やっていこうかなと思います。オイル交換なんですけども、またね、いつもの、ヤマハのオイルの方に交換していきます。なんでこれ使ってるのかっていうと、特に、意味はないです。まあ、昔からね、なんかこれ使ってるっていうだけです。で、今回はね、いつもボルトじゃなく、オイルをね、入れるジョッキみたいなやつでね、測りながら入れてるんですけど、どうせね、1リットル全部入れちゃうんでね、もう、あれ使って測るとまたあれも洗わないといけないんで、今回はそれはやらないで、オイルをね、抜いたらね、ボトルに入ってる1リットルそのまんま、ちょっと入れていこうかなと思います。いつものように、箱を開けてちょっとね中何枚か取っておきます。これね何枚か取っておいた方がちょっと油とかがね周りについた時に拭くのにねすごい便利なので、全部そのまま使っちゃわないでちょっとね中から抜いておくのを僕はおすすめします。でエンジンの下に置きまして、上のですねフィラーのところを外します。僕はね、ここがね、オイルのリターンの
バンジョボルトをつけてるのでちょっとそこの方を外しますけども、オイルキャッチタンク等を使ってない方はもうただただね、あの開けて、あとはあのオイル抜いていくだけっていう、まあ、そんな感じになってます。作業的にはねそんなにねやることはないですね。上開けて下開けてオイル抜くと、まあそれだけの作業です。まあ、今回みたいにね、あのロンシンのエンジンとかだと、まあ1リットルね丸々測らないでねドボドボドボって入れてしまうことができるんで、まあやることはね非常に簡単ですよね。あの普通のモンキーの、オイルの量だとだいたいね700ぐらいとかで、あとはあのオイルクーラーつけてたら、まあ、プラス100入れて800とかっていう風になるんですけど、そうするとねどうしてもあのちょっとね波数出るじゃないですか。まああの余りが出てね200ミリとか、そうするとねそれまた置いといて次回に繰り越してとかっていう風なすると、まあ測らないといけないんでね結構めんどくさいんですけど、1リットル丸々入れれるっていうとね結構楽でいいですね。はい、ドレーンのボルトの方も、くる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 と回して、でこれで今外れました。ちょっとねあのマフラーがね、この位置にあるんでね毎回ねマフラーにね、ダイレクトにオイルがこぼれてしまうんですけども、で、ドレーンボルトの方を見るとやっぱりね結構鉄粉の方がねついてます。ですね、まあ今ね、メーターの、走行距離の方が、5000キロちょっとになってるんですけども、このメーター自体があの500キロの時から使ってるので、500キロですね。だから、このエンジン乗せ替えて、だいたい4500キロぐらいもうあの走ったっていうような、そんな感じになりますね。ちょっとね、ロングツーリングっていうのがね、何回かあったのと、まあ、鳴らしでね、結構サク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 走ってたんで、割とね、だから走り出したのが8月ぐらいですかね、8月からね12月でね、ちょっとね4000キロちょっと、走ったっていうようなそんな感じになっております。はい、でね抜け切ったので、ドレインボルトの方を締めて、あとはオイルの方を入れていきたいと思います。今回は、ですね、まあ、ジョッキの方に移し替えないので、オイルのボルトを、ボトルを開けまして、で、口ですね、よくホームセンターでもらえる、あれですね、あれ1個つけて、で、このままこぼれないようにセッティングして、あとはドボ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 と入れると、まあ、今回ね、非常に楽ですね、1リットル丸々入れれるんでね。まあしかしねこれ毎回何度も言ってるんですけど、もう昔はねこれね700ミリとかねモンキーの純正と同じぐらい入れてたんですけど、まあよまあ全然だからね多分ね足りてなかったんでしょうね。だからオイル足りてなくて、それで、前回ね焼き付かしてしまったんじゃないのかなって今にして思えば、思います。だから皆さんもね中華モンキーを、まあ、これから買おうとかね、このエンジンちょっと一回乗せ替えてみようかなって思ってる方とかねいらっしゃいましたら、オイルの量というのは注意してください。はい、ではねオイル交換もできたんで、年末最後なんで、せっかくなんで、まあ、洗車でも軽くしていこうかなと思います。まあねがっつり、ワックスまでかけてっていうところはやってないんですけど、まあちょっとね軽くね汚れがあるところだけはね、まあ、取っておこうかなということで、ちょっと、洗車の方をしていきたいと思います。まあこのモンキーもね、壊れたのが、まあ、2019年の、まあ、11月に天の橋立ツーリング行こうとしてる時に、ブローしまして、でその時に、現地でねブローしましたなんていうショートの動画を出したんですけど、まあそれがきっかけでね、YouTube のチャンネルが、まあ、こんな感じで、登録者、皆さんのおかげで1000人超えることができまして、まあ1年以上やってきたというそんな感じになってますね。まあ、それの感謝も込めて、ちょっとゴリラの方を清掃していきたいと思います。
まあね、ゴリラをね、ちょっと整備している途中でね、普段使いにするモンキーがね、ないなってことで、4リットルモンキーの方もね、ちょっと完成させてというか、まあ、ちょっと乗っていきながらなんてことをやってたんですけども、あっちはあっちの方でね、また今新しい問題が出てて、乗してるエンジンがね、調子良かったはずなのに、エンジン始動しなくなっちゃったっていうちょっと謎現象があって、まあおそらくなんですけども、ちょっとね圧縮がないっていうような、まあ多分噛んじゃってるんでしょうね、カーボンでね、カーボンで噛んじゃってて、ちゃんとバルブが閉まってないんじゃないのかななんていうふうに思っております。まあそちらの方のねエンジンは引き続き、ちょっと依頼の方かけてるので、まあちょっと来年と言いますか、もう年明けてるんですけど、2022年は、ちょっとそっちの方もねなんとかやっていけたらなと思ってますって言ってたらね、そのモンキーがやってきました。これですね。まああとね、配線とかもね、もうちょっとやり直したいなとか、あとシートポジションがね、やっぱりね、普段ゴリラ乗ってるんで、これだとね、ちょっと加速した時にこのシートの形状ってね、あんまり良くなくて、お尻がね後ろにねずれるんですよ。だからちょっとそこら辺はね、シートの、交換っていうのもやっていきたいと思いますし、あとこの夏の時にね、マスターの方がねペタンと、レバーがね握り切れてしまうっていう風なことをね、ちょっと言ったんですけど、どうやら放置してたら、全くねもうすっかすかになってしまっててね、まあマスターもの方もね結局ねやっぱ交換しないといけないっていう風な今状況になっております。まあだから中華モンキーの方もちょっと引き続き、ちょっと修理の方はしていこうかと思います。これでね今3台、全て、清掃の方ができたので、あとはこのゴリラの方にね、またちょっと箱を乗せて、また今ね、ウーバーもやってるんでね、またちょっとそれ用にちょっと箱でも乗していこうかなと思います。一回ね、この箱乗せちゃうと、やっぱりね、箱がないとね、結構ね、やっぱ不便に感じてしまうんですよね。箱がある便利さっていうのがね、ありますから。これでね、まあ箱の方、いつもと同じようにタイダウンというかね、荷造りベルトでね、締めていきます。やっぱりね、この角度から見ると、やっぱりちょっとリアね、さすがね、長すぎるかなーっていうようなね、気もしますけど、まあちょっとね、やっちゃったんでね、しばらくこれで乗ってね、まあフロントをもうちょっとギリギリまで、下げれるかどうかっていうのはちょっとやってみないといけないんですけど、まあちょっとねしばらく、様子見てみようかなと思います。まあ、やりすぎかどうかは乗ってみて、どうかっていうのは今後またレビューの方していきたいと思います。はい、ではこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。